こんにちは、こいぬです。今日は七夕ゼリーを作ろうと思います。去年の七夕の時にも作ったんですけど、とっても可愛いので今年も作ろうと思います。それでは早速ですね、この耐熱容器にお水を入れておいて、ゼラチンをふやかしていきます。200cc のお水を用意して、カルピスの原液も同じ 200cc 入れます。はい、ふやかしておいたゼラチンをレンジで温めて、こんな風に溶かしてきたので、これをカルピスの中に入れます。熱っ。したらよく混ぜます。そしたら同じ要領で青色のゼリーを作っていきます。青色はブルーハワイで作ります。このサイダーがね、シュワシュワして美味しいゼリーになるんですよ。まずはサイダーをタッパーに注ぎます。ブルーハワイは好きなだけ入れて、好きな薄さ濃さの青色を作ります。どのぐらいだろう、結構濃くても可愛いかなと思うんですよね。それでさっきと同じように温めたゼラチンを入れます。できました。結構泡がブクブク出ちゃうんですけど、冷やし固めているうちに消えるので大丈夫です。ではこれをこのまま冷蔵庫で冷やします。じゃーん、固まりました。それではトッピングしていきたいと思います。このブルーハワイのゼリーをフォークでこうぐしゃぐしゃっとします。できました。完成です。キラキラのお星様をたっぷりと乗せました。この層がとっても素敵ですよね。それではいただきます。お星様を、サイダーがシュワシュワしててとっても美味しいです。カルピスゼリーと一緒に食べると
もうカルピスゼリーがとろっとしててとっても美味しいです。はい、というわけで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。バイバーイ。